合掌仕立てと、それからそのキュウリネットを使ったスクリーン仕立て、これを一つにまとめて、ここで支柱の立て方を説明していきます。最初にまず1本目、これをこの畝の真ん中にですね、置いていきます。支柱にはですね、この尖った方と、それからこの丸まっている方があります。刺す方はこの尖った方を支柱に刺していくということですね。でここでまずは支柱を刺していくんですが、実際にはここに苗が植わってきますでありますので、マルチの穴のところに刺してしまうと苗を傷めてしまいます。ですから少し外したところに支柱を刺していく。まずは片側だけ、仮に刺していきます。この横にですね、すべて、このように仮で刺していく。でこれが最後ですね。これで6本の支柱が刺さりました。で、この最初に置いた支柱のこの一番一頭端のところから、気持ちちょっとですね、1、2センチほど飛び出るぐらいのところに真ん中の置いた支柱を、確認しましょう。次にですね、キュウリとかつる性のもの、これを作るためのそのスクリーンの位置、これも、この支柱のこの一番、端の方、こちらもやっぱり、1、2センチほど、下に置いた支柱が外に出るように刺していきます。でこのまっすぐ刺す場合は、これは垂直にですね、垂直に刺していきます。でこちらも同じように垂直に刺す。仮でまずは刺すことができました。ここの部分はネットを張ってスクリーン仕立て、こちらの部分は合掌をして合掌仕立て、これの複合仕立てということになるわけですね。じゃあ次に、支柱を今度しっかり刺します。深さ約40センチぐらいのところまで刺していきます。こちらも同じように深さ40センチぐらい。反対側に回り、こちらも刺していきます。これでですね、支柱、これを本支柱をしっかりと刺すことができました。よーくちょっと見てください。ここのスクリーンを張る位置、なんかちょっとですね、少し上の方が気持ち開き気味に見えませんか？これはネットをかけた時に引っ張る力でテンションがかかります。ですのでその時に丸っきり垂直すぎてギュッと引っ張ると内側に寄る、または内側に寄らせた状態で、支柱を刺すともっと内側に寄っちゃうんです。ですので気持ち開き気味に刺したということですね。で次に下に置きました、支柱、これを上に合わせていきます。軽く押さえてもらうとありがたいです。はいはい、麻紐、ここはですね、しっかりと固定しなければいけないので、少しちょっと太めの麻紐を用意しました。長さもですね、約70センチぐらいですねの麻紐、これをまず片側、これを紐をかけていきます。で、ここで紐をかけながら、
注意しなければいけないことがあるんですよ。それはどうしてもですね、この野菜が収穫ができる頃、大抵の方はですね、その収穫物の方に目が行ってしまう。そうすると何があるか。それはこの支柱の出っ張っている部分、これが人の目の位置にあると下を向いてこの支柱に目が当たってしまう、刺さってしまう。そんなようなことがあるので、怪我をしないためにもですね、この目線よりも、栽培する側の人の目線よりも、少し高い位置に合わせてあげるということですね。そして、位置が決まったところで、これを祝いていきます。紐の祝い方をですね、今度はゆっくりと、皆さんにちょっとお見せしたいかなと思います。まず紐、これをですね、対角線に合わせて紐を、合わせます。そして、反対側で交差をさせる。で、交差をさせた後は手前の方で、また交差をさせる。で、この交差が終わったところで、今度はこの右手と左手を上下が変わります。これをこのように上下を変えていく。そして変えたところでまたもう一度交差をさせる。そしてもう一回ですね、こちら側に、紐が届きますので、最後にここの部分をしっかりと祝いていく。こういうふうに、またぎながらですね、交差をさせながら祝うことによって、この1本2本上のもう1本目、すべて3本のところにしっかりと固定をすることができるんですね。だからちょっとぶら下がったぐらいでは、ぐらぐらしません。はい、トマト側の方が出来上がりました。次にですね、このスクリーンのスペースの部分、ここのところにも、麻紐で岩木付けをしていきます。気持ち外側に傾いています。これをちょっと軽くですね、寄せてあげながら同じように紐をかけていきます。ですね、はい、これで、支柱を刺し、そして、麻紐で、誘引が終わりました。はい、次にですね、つるもの用のネットを用意しました。このネットは、この支柱と支柱のこの距離がありますが、これよりも幅の広いものを選びましょう。このマス目については、大抵ですね、約10センチ角、それから20センチ角、そんなようなマス目のものがありますので、使い勝手についてはどちらを使ってもらっても構いません。まず最初に、この支柱のところにですね、角の部分に、ネットを引っ掛けます。そして、こちら側も、角の方に紐をごめんなさい、ネットをですね、こうかけていきます。で、かけた後は、今ここに、一つ、短めの支柱が ありますので、こちらを用意してですね、針を縫うように支柱を、ここで、間に入れていきます。そうすると、ネットが少しこうピンとですね、張りが出てくる。ここから紐で岩木付けをやっていきます。まずはこの角の部分、角の部分に紐を岩きます。で、岩いた後、どのように紐の誘引をしていくかということですが、まずは縦のラインをずっとですね、紐で祝いていく。ただ、マス目が約10センチほどでありますので、一つ飛ばしながら
約20センチ間隔ぐらいで止めていっても構いません。でこの時よく見るとこのネットの湯脇目があるんですね。この湯脇目のこのタンコブのようなところ、ここをうまく利用するということが大事なんです。このタンコブのところをうまく合わせて紐をそこに乗せていきます。乗せました。これを同じようにですね、縦のラインをまずは岩木付けをやっていきます。もう最後の方に来てしまいました。最後のところ、ここもこのネットの湯脇目のところに今度はですね、結びつけてあげるんですよ。このように一度湯脇目に結びつける。結びつけながら、ちょっとですね、下の方にこうピーンとこう押しながら、ネットを張っていきます。これで、片側の縦の列が固定ができました。そして、下に入れていた支柱はもう取り外します。次に今度は、反対側の縦のライン、この反対側の縦のラインをピンと引っ張っていきます。でまず最初に上からやってもいいんですが、このマス目が平行になるようにですね、20センチ下のマス目、ここに紐を合わせていきます。その時紐をですね、このようにこの横のラインのネットに紐を引っ掛けるんです。このラインに引っ掛けたら2本に分かれている紐を1つに持ち、そして弓を払うかのようにピーンと引っ張ります。引っ張りながら余りのネット、この余りのネットごと一緒にですねまとめていっちゃう。でまとめながらぐるっとですね回していきます。そうなるとここの部分がですね、このギターの弦のようにピーンとしてくるんですね。でピンとなったところを確認しながら、今度はここで一つにまとまっている紐を二つに分け、片方をこのピンと張っている横のラインのネットに引っ掛ける。そしてこの支柱側の方にしっかりと固定をしていきます。で固定ができたところで紐を曰く。これを縦のラインをずっとですね、また同じように曰き付けをやっていきます。これでこちらの縦のラインが終わりました。さあなんだかネットがですね、下の方がこうもやもやと残ってしまいました。これはハサミを使わないで切り落とさず端にまとめていってあげましょう。これで下の方のネットがまとめ上がりました。最後にこの縦のラインにもピンと張れるように、この上のところにですね、こう麻紐を使ってあげて、そしてピンと張るようにやっていきます。
これもですね、麻ひもの描き方としては、横のラインと同じようなやり方で、向きが変わるだけです。ですので、2本で入れたものをそのまま2本のまままとめたまま下へ行きます。で、ここでピーンとこう持ち上げてあげるんですね。で、持ち上げてあげたところで、ここのネットに1本を引っ掛ける。隣も同じように、麻ひもをかけます。かけたものを一つにまとめ、ピーンと張るように向こう側に回します。で、回してきてピーンと張れたら、これを二つに分け、片方を縦のネットに引っ掛けます。引っ掛けたものをこの横の支柱のところにしっかりと固定をしていきます。これで、合掌仕立て、それからスクリーンのネット、ここまで貼ることができました。最後にもう一本、同じ長さの支柱で構いません。こちらの支柱の縦のラインに対して斜めに支柱を筋交いとしてですね、入れていきましょう。では刺します。これもしっかり刺します。刺さったところで、最後もう一度この筋交いの支柱に麻ひもでしっかりと固定をする。はい、これで、合掌仕立て、それから、スクリーン仕立て、これを一つにまとめた、仕立て方、支柱立て、これが完成いたしました。NHK テキスト155、ここまでですね、今まで作り上げてきたということに対して、私も大変感謝してますし、 NHK のスタッフの皆さん、大変本当にお疲れ様でした。来年は、野菜の時間15周年ということも聞いておりまして、これからもですね、藤田先生を中心に私も野菜の時間、ここの部分を盛り立てていきたいなと思っていますので、皆さんもぜひテキストを読んでいただきながら、野菜作り、楽しい野菜作り、愛情ですね、しっかりと持ちながら、素晴らしい野菜作りをですね、やっていっていただけたらいいかなと思います。最後になりますが、 NHK テキスト155、本当におめでとうございます。